んにちは。今回なんですけど、島根県江津市のパレット江津というところにやってきております。今回なぜこんなところに来てるかと言いますと、釣り具の西谷の師匠がですね、宅配のメガネ屋さんっていうところとコラボしてまして、で今回ここに展示場用意されてて、まあ、展示会されてるということでやってまいりました。はい、はい、というわけでちょっと見に行ってみましょう。はい、行きましょう。到着したんで。あれ撮ってください。今あそこに師匠がいらっしゃって、まあ、ちょっと違うお客様もいらっしゃるんですけど、ちょっとあんな感じで、あ、見た バツバツしてる。おはようございます。ご師匠こんにちは。会議長なんだ。会議長どうすんの。会議嘘でしょ。宅配のメガネ屋さんと釣り具の西谷さんのコラボ、うん、展示されるんですよ。そうです。まあ受注会変更サングラスと、はい、夜用のライトオレンジ、はい、透けて服が透けて見えるとかないって。そんな俺も欲しいけどそんなのはない。ないよ、それ。今からの季節、太陽をこうな、はい、紫外線で目を守ったり、まあ、ファッションとかそういうのを今日中からちょっと目を測定して、あ、どう入れる人も注文して帰る。そう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 。でガッポガッポチャリン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 って入ってくる。ちょっと皆さん気をつけてください。チャリン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 。目が悪いメガネの人とかももう視力とか一応いろいろ測ってもらって、はい、レンズの入れ替え具をして。度数のあるグラさんですね。度付きのやつもあるし、度付きのない普通のもあるし、あ、両方あるんですね。だけ、まあ、目を測定してくれて、はい、その人に合った、まあ、遠近両用とかに、ね、まあ、いろんな目に合わせてしてもらう、あ、うん、いう受注会だそうです。受注会です、はい、あ、もちろんお二人頼むから。いや、僕目いいんで。何、目見せるか。それちょっと足に踏んでやるかもしれない。まあ、ちょっと中で詳しいことは、そうですね、聞いた方がいい。ちょっと今から行ってみたいと思います。はい、せっかくなんでちょっと買わせていただこうかな。絶対買わせて。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、とりあえず自分目が悪いんですけど、はい、度付きとかっていうのはできるんですか。あ、もちろんできます。度なし、度付き、どちらも対応できるので、はい、変更サングラスなのか、はい、まあ、夜用のサングラスなのか。夜用だったら暗いところでも見えて、はい、暗いところでもじゃなくて暗いところが見えるんですか。はい、専用ですね。夜専用ですから、それは昼間使うものではないんです。夜に特化したレンズなんですね。はい、それはナイトオレンジ、イエローナイトオレンジ、はい、もう昔、今でこそね、ちょっと LED になって減ってきましたけど、はい、昔はやっぱりトンネルの中の照明っていうのはこういうイエローオレンジ、明るくコントラストをシャキッと見せるカラーなんですけれども、まあ、それを利用して度を入れて、はい、夜用の視力に合わせて作るから夜専用のサングラスなんですよ。夜専用のサングラスですか。はい、夜の雨の日の車の運転だったり、はい、真っ暗の中で夜釣りする方って結構多いんですね。なるほど。ただそれを昼間、はい、日差しの強い時とか、はい、明るい時に使うものではないんですね。それはもう眩しくて目が疲れちゃいますので。あ、すみません、夜用のやつと、はい、もう一つは何でしたっけ。変更サングラス。あ、普通の日中の。そう、昼間眩しさを消して、はい、そして水面のギラギラも全部抑えて、はい、水の中、海の中がしっかり見えるのが変更レンズです、はい、だとしたら、はい、せっかくなので夜の方が、はい、今そのメガネで、はい、なんかあそこら辺になんか視力表が見えるじゃないですか、はい、これをピタッとメガネに当ててあげると、はい、少し見やすくなるのが分かりますか。明るいところでも。あ、はい、はい、これ一番弱い度数をプラスしてるんですね。人間暗くなって暗いところに行くと瞳孔を開いてくると、はい、瞳孔の視力は必ず1段から2段落ちますので、はい、だから普段かけてるメガネで夜釣りをすると暗くて見づらいんですよ、はい、だけど夜は暗いからそれがみんな当たり前だと思っちゃってるんですね、はい、それを少しでもやっぱり見やすくしようというのがこのライトレンズなんです、まあ、これでもちょっとでもなんかこうあの辺の黒い文字の輪郭がちょっとでも見え方が、あ、全然違います。全然違います。はっきりします、ね、そうですよね。ただ夜はもっと狭いですから、ギャップが大きくなる。ちょっと面白い、はい、感動してもらえると思います。面白いと思います。よく夜の通販番組とかね、あんまり露骨に否定はできないんですけれども、ただこの黄色いレンズだけで夜見やすいって宣伝してるものが多いんですけど、色ってただのおまけなんです、はい、この色だけで売ってるサングラスってそんなに見えないんです。あ、そう、うん、黄色いだけなんですよね。これは黄色いだけ、うん、黄色いだけのレンズではなくて、はい、ちゃんと夜に合わせた、その人に合わせた視力の補正をするサングラスなんですね。
だから確実に見やすくなります。夜ってことだったらもうこれ一択で、シルバスだったらこれで一択、一部あのピンクのラインを使ってピンクのラインで当たりを取る、まあアジングだったりメバルだったり、そういうこうかなりコアな特殊な釣りをされてる方はもうこれでいいんです。それでもほんの一部の方なので、一般的に夜の運転、夜の明暗を見たりとか、うん、暗いところでラインを見たりとか、はい、というのは言えるんです、はい、じゃあちょっとこれで、はいはい、でフレームがここからここまで、はい、おいっぱいある。どれにでも入れられるんで、まあ、例えばこのフレームが気に入ったから、このレーバーが気に入ったから、これをナイトレンジにしてくれとか、はい、どうですか。あこんなデザインがなんかおしゃれな、なんか最近の若い人がつけてるような形もあれば、そうですね、はい、でこういうサングラスっぽいのもちょっとメガネがないけどサングラスっぽいのもありますし、そうスポーティーな、そうスポーティーなものもあります。こんな形もありますし、結構じゃあ選べますね。そうですね、もういろんな好みのがある人それぞれありますので、本当のグラサンみたいなのもありますし、そうですそうです、うん、でもこのレンズ色はさっきも変えますからね、はい、こんな丸メガネもあります。こんなんですかね、うん、いいかもな、うん、普通にかっこいいよ、うん、まあ、ちょっと今似合っとったかどうかは分からんけど、いやいや鏡で見たわけじゃないと。はい、はい、ではちょっと視力の、はい、メガネ見せてみます。今のメガネを押すと思いますからね。あ、すごいですね。すごいっていうのは相当悪いっていう、うん、そうですね、まあまあ、まあまあ悪いですね。まあまあ、まあまあ悪いそうです。だいぶ目は悪い自信あるんで、はい、これで目の状態がありますので、はい、これ覗いていくと、はい、気球が見えてきますか、はい、気球が見えてきたらその気球をじーっと見ててほしいですね。はい、はい、まっすぐ見ててください。そう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 、あ、すごい。これが数字っていうことですか。そうですね、これが目の状態、私の数字じゃん、数値化されるんですね。今のメガネのデータがこれなんですよ。でこの数値見るとだいぶ差がありますよね。この数値とこの数値がだいぶ差があるじゃないですか。だまただいぶ弱めのメガネをかけてるってことはこれでわかるんですよね。ここから補正していきますので、ここちょっとかけてみます。でちょっとあの辺無理をしないで上からざーっと読んでみてください。鉄に平くはい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 、うん、いかがですかね。あー見やすいですね。見やすいですよね、はい、このような感じします。あ、わかりました。はいでこれで一応終了です。ちなみにこれ注文してからどのくらいだったの。2週間ですね。2週間ぐらい、はい、分かりました。はい、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。はい、というわけで終了しました。終了でございます。いや思った以上にすごいあの種類がわーっとカラーもいろいろレンズのカラーもいろいろあって結構選べる幅があるのかなっていうふうに感じました、うん、はい、今回の宅配のメガネ屋さんなんですけど、まあ、宅配っていうぐらいなんであの、まあ、全国を転々とされてるみたいで、うん、でまた次回またこのゴーツの方とか、まあ、この近辺浜田だったりだとかっていうところにもまたいらっしゃるみたいなんで、また次回開催されると思いますので、まあ、その際は来ていただければ、まあ、今日みたいな流れで検査して注文という、はいはい、形で注文できますので、また開催された際には立ち寄ってみてください。お願いします。はい、というわけで今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。